続きまして、三国ワールドスタジアム北九州、北九州スタジアムについて、北九州市市民文化スポーツ局スポーツ担当理事、三浦貴弘様よりご説明いただきます。三浦様、お願いいたします。この度は、選定いただきまして誠にありがとうございます。三国ワールドスタジアム北九州の紹介をさせていただきます。このスタジアムは、関門海峡を望む絶好のロケーションに加えまして、 JR 小倉駅から徒歩7分という抜群の利便性を持つ街中、海地下スタジアムとして整備をしております。次のページお願いします。最前列の客席は、最短で8メートル、それからフィールドとの高低差が65センチといういわゆるダイナミックスタジアムとしても、整備をしております。さらに環境未来都市としにふさわしいエコスタジアムといたしまして、太陽光発電や 高効率 LED、 それから雨水の利用などもしております。次のページをお願いいたします。スタジアムの整備につきましては、小倉駅新幹線口地区の、整備構想を踏まえまして、策定いたしております。近隣にあります国際会議場や総合展示場のイベントとの連携、それから商業施設や観光施設との回遊性などを図ることとしております。さらに民間ノウハウを活用いたします目的といたしまして、 PFI 手法を採用しております。平成29年2月供与開始して以来4年間経過しておりますけれども、その実績をいくつかご紹介いたします。次のページをお願いいたします。このスタジアムをホームスタジアムとしていますギラバンズ北九州の公式戦のほか、今年3月にはアンダー24日本代表とアルゼンチン代表によりますサッカーの国際親善試合、それから過去3年連続で開催されましたワールドラグビー女子セブンズシリーズ、さらには2019年ラグビーワールドカップウェールズ代表の事前キャンプなど、プロチームの公式戦や国際大会で広く利用されております。次のページをお願いいたします。スポーツでの利用の他にも、にぎわいの場、教育の場、触れ合いの場としても利用されております。災害に見舞われました熊本を支援するために開催いたしましたアスロックフェスティバル2019 in 北九州、さらには海に隣接するロケーションを生かしまして開催いたしました本市最大の夏祭りでございますわっしょい100万大花火、さらにコロナ禍により合唱コンクールが相次いで中止となった中学生の思い出作りのための大会みんなの歌広場、幼稚園児など約6400人が参加いたしました私立幼稚園連盟創立60周年記念事業など、幅広い目的で利用されております。今後も街づくりや地域の活性化の核となるスタジアム作りを目指してまいります。以上でスタジアムの紹介を終わります。ご清聴ありがとうございました。三浦様、ありがとうございました。